二世タレント2人の前に立ちはだかる小野雅俊。21年前当時と変わらないサビで見せるハイトーンボイスにご注目ください。緊張しないで臨めたんですけど、うん、ちょっと今変えちゃってるんで、はい、やっぱりこうその感じがふっと出ると、あ、俺今までこの数年間違うメロディー歌ってたんだなっていうのを気づかされて、ね、でもちょっとゆとりありながら修正しつつ歌えた感じですかね。いや、なんとかこうさっきも言っちゃいましたからね、サビでスコーンとか、でもめっちゃ抜けてましたよ。いや、でもこれまた得点期待できると思います。小野正俊の得点は、高音のサビを音程グラフ通りに歌い上げ、21年前と変わらぬ声量を見せつけた小野正俊。果たして小野正俊さんの言わじオンリー何点だったでしょうか。それでは結果を見てみましょう。で特典ご覧になられていかがですか。残ってらっしゃるお二方がお上手ですからね、うん、なんとかこの点で。でもみんな研究しちゃ奇跡じゃってるからそうなんですよ。だからちょっとプロといえども94じゃ安心できないかもしれない。